兵庫県の斉藤元彦知事のあのパワハラ疑惑、以前にもこの番組でですね、ご紹介しましたが、あの、このパワハラ疑惑などを告発する文書をですね、配布した、あの、兵庫県の元幹部が死亡した、まあ、自殺と言われていますが、問題で、今日ですね、片山康隆副知事が、副知事ですね、あの、報道陣の取材に応じまして、まあ、今月の末で辞職をするという、その意向を表明しました。昨日、斉藤知事に私から副知事を辞めたいとお伝えし、本日7月末をもって退職するとの辞表を提出する予定でございます。文書事案がこの3月末から取り出されて以来、3ヶ月にわたり県政に様々な影響が出ております。県政の停滞や混乱を招いたことに対する県民への皆さんの責任を重く受け止め、企業でいう経営者たる特別職の誰かが責任を取らなければならないと考えたところであります。という片山副知事の会見だったんですが、最初副知事が辞めるという一報を聞いたときに、正直言ってですね、あの、防衛省の問題と似てるのかなと思ったわけですね。つまりですね、大臣は辞めません、でも海上幕僚長、酒井幕僚長らが、まあ、退職というような、いわゆるこうトカゲの尻尾切りと言いますかですね、でもどうやら話を聞いてるとそうではないと、まあ、端的に言っちゃうと、斉藤知事が一緒に辞めてくれないから俺は責任取って辞めるんだと、そうでしたね、いうことですよね。片山副知事は涙を流してましたね。そうですね、はい、相当のこのね、あの、重い事実だということを分かっている、でも斉藤知事はですね、辞めたくないと言っているということで、実は片山副知事、先月の上旬以降ですね、斉藤知事に一緒に辞めましょうと5回進言してきたということを明らかにしました。でも知事は辞めない、任期を全うしたいと断られた、しかし俺は責任を取って辞めるんだと。そうですね、あの、斉藤知事は、私は県民からこう選挙で選ばれた人間だから、その責任を取って任期を全うしたいという言われ方をしたって、片山さんは話してましたよね。そうなんです。はい。まあ、あの、出直し選挙という選択肢もあるとは思うんですが、まあ、そこは選ばないということで、で、一方ですね、今回のこの一連の問題ではですね、いわゆるパワハラを告発した文書を作成した、兵庫県のですね、あの、60歳のあの、幹部職員、はい、あの、元局長さんですね、が自殺するなどしたことに対する、まあ、今回片山さんは引責辞任だとおっしゃってます。で、あの、この斉藤知事に対して今、百条委員会が、まあ、立つことになりました。で、こちらに向けて、やる気をまあ、見せていたということなんですね、元局長の男性がですね、はい、なぜその百条委員会直前自殺したのかなどについてもですね、様々な疑問が残ったままです。ということで、あの、前回も少しお話しいただきましたが、この斉藤知事の問題についてですね、以前から取材を続けているですね、あの、この番組でもおなじみの講談社の元記者、ジャーナリストの吉田隆さんと実は今電話がつながってますのでね、はい、ちょっとあの、お話聞いてみたいと思います。吉田さん、あ、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。この今回その元局長の男性がやる気を見せていた百条委員会が行われる前に自殺した、直前に自殺したということについて、何かこう取材から分かってきていることってあるんですか？7月の7日のですね、夜に自殺したっていうことになっておりますが、彼の携帯電話の履歴が分かってきたんですね。はい。それで、かなりの人と話をしてるのは確認はできてるんですけれども、一番最後に、亡くなる一番最後に、あの、電話をした相手とはかなり長い時間話をしてた。なるほど。ということが分かってるんですね。はい、で、県庁のあたりでは、その方と何かトラブっていわゆる引き金が引かれたっていうふうに思われてるようです。この最後の相手っていうのは県の関係者ですか？県会議員です。県会議員、はい。これ、あの、名前も分かってるんですか？名前は分かっていますけども、ここではちょっと伏せたいと思います。わかりました。これ、長い時間ってどれぐらいの時間かっていうのは分かってるんですか？いや、それはね、何分何秒っていうのはちょっと分かってないんですけれども、それが一番最後の電話だってっていうので、何か関係があるんだろうと見られてるんです。これ、この電話とその自殺というか、そのまでの時間とかの関係っていうのは分からないですか？かなり短いというふうに聞いてます。あ、そうなんですか。となると、この最後の相手の会話が非常に気になるところですね。そうですね。うん、それを何を喋ったのかっていうことで、県庁のあたりで今噂になってるのは、その百条委員会に出ないでくれということを申し入れたんじゃないかという見方が強くなってます。なるほどね。
やる気を見せていた元局長に、その県会議員が百条委員会に出るなと、出ないでくれと。もうこのタイミングですからね、はい、何を話したか、相当重要なことを話していることは間違いないですよね。予想されてるのはですね、はい、その局長が書いたという文書の中にですね、うん、そのパソコンを押収されてるんですけども、はい、私的なものが入っていたっていうのが噂なんです。なるほど。それをいわゆるプライベートなことなんで、それは明らかにしないでほしいと局長はお願いしていたということですね。なるほどね。つまりあれですか、そのまあ今お話を聞いていると、その百条委員会に出ないでくれって言われただけで、その自ら自殺をするのにつながるっていうのはちょっと乖離したようなと思ったんですけども、はい、パソコンにプライベートなことが入っていて、それを明らかにしないでほしいっていうことを言ってたっていうことは、ある種もし百条委員会に出たら、うん、そのプライベートなものを公表するみたいなことっていうのはあったんですかね。まあその嫌いがあったんで、出してもらいたくないっていうことは前から言ってるんですけれども、それを突きつけられたんで、もうどうにもなんなかったっていう見方ですね。なるほど。まあ、今のね、一つのまあ可能性というか、可能性、取材途中だと思いますけれども。はい。地元の記者の方たちは、多分その裏取りというか、最後の相手の人がどういう話をしたかっていうのも、こう、調べてるんですか。ただ、もう本人が本当のことを言うかって言ったら、まず言わないでしょう。うん。その裏取りっていうのはすごい難しいと思うんですね。ただ名前は分かってますから、はい、何喋ったのっていうことは聞くとは思いますが、うん、本当のことを言うとはとても思えないのが今実情ですね。あと吉田さん、私知らなかったんですが、はい、春先に兵庫県総務課長も自殺してるんですね。そうなんですよ。そうなんですか。4月の20日、21日に総務課長が自殺してるんですね。はい。それが、今回の局長のその書類とは関係ないというふうに県は明らかにしてますけれども、うん、いやいや関係あるでしょっていう見方もあるんです。どういうふうにですか。ですね、局長はですね、3月の末にですね、7項目の要望っていうのを、はいはい、要望というかこういうことをやってるよっていうことを出したんですね、はい、それは4ページにわたってるんですが、ありましたね。うん、その中にはですね、県の幹部は、その贈答品を、そのいわゆる、工場とかそういうとこ視察に行った時に贈答品を、喜んでもらうとかですね。はい、あとは、知事の政治資金、パーティーで、チケットを買うように強要したとか、はい、もし、または、去年阪神とオリックスが優勝したのかな、うんうん、その優勝パレードのキックバックを取っていたっていう文書なんですよ。優勝パレードのキックバック、はい、優勝パレードを企画して、うん、いくらお金が集まるのかそれは分かりませんけども、はいはい、かなりその浮かしてキックバックしろと、うん、ああなるほど。その、うん、で総務課長はこの、うん、セパ優勝パレードの担当官だったんですよ。そこで繋がってくるんだ。うん。で、まあ、だから、総務課長が別に取ったというわけではなくて、うん、そういうことを指摘されてるっていうのを今明らかになってるので、これも百条委員会でどうなるかっていうのが今注目の的ですね。はい。わかりました。吉田さん、ありがとうございました。いえいえ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。百条委員会で、まあ、どういう事実が出てくるのか。いや、本当ですね。これなんかとんでもないことに内部でなってるんですかね。なんか今話を聞いただけでもですけども。まあ、地元のメディアは相当今取材を進めているという情報は、別途も聞いていますね。確かに。まあ、とにかく事実を明らかにするということが最も大切ですけれども、はい、斉藤知事はこれは任期を全うっていうか、もしその事実によってはですね、やっぱり一遍、あれじゃないですか、真を取った方、問うべきなんじゃないですか、これは。ここまで副知事がこういう行動に出てるわけですからね。だんだん外堀は埋まりつつあるのかなというふうに思いますよね。はい。以上、ニュースクローズアップでした。それでは、この問題について、斉藤知事が一番最初に発言したと思われる、3月27日の記者会見を振り返ってみました。その後、おとといの、吉村大阪府知事の記者会見をご覧ください。読売新聞の北川です、はい、人事異動の関係で退職されるはずだった西有馬県民局長が、うん、
役職定年という形で残るというふうな4日前の、まあ、ちょっと異例の人事変更ということもあったと思うんですけども、うんうん、当該者につきましては、県民局長としてふさわしくない行為をしたということ、そして本人もそのことを認めているということなので、まあ、本日付で県民局長の職を解かせていただくということにしました、内容については先ほど人事課からまあ説明させていただいたということになります。詳しい詳細についてはまだ話せないというような感じですか？調査中。そうですね、まあ、本人も認めてるんですけど、まあ、事実無根の内容が、まあ、多々含まれている内容の文書をですね、まあ、職務中に職場の PC を使って使用していた可能性があるということです。でそれで今回の対応をさせていただいたというところです。でこの当該内容の文書については、まあ、事実無根の内容が含まれていると多々含まれているということなので、まあ、職員等の信用失墜それから名誉毀損など法的の課題がすごくあるというふうに考えています。で現在、まあ、聞かれたんで言いますけど、まあ、被害届や告訴なども含めて法的な手続きを進めているというところになります。なので、まあ、注意していただきたいのは当該文書をですね、まあ、SNS などを通じて公然に流布するということが、まあ、法的な措置の対象になるということなので、まあ、ぜひそのあたりはご注意いただきたいなというふうに考えています。で、まあ、以上含めて現在人事当局を中心に、まあ、調査を行ってますから、まあ、ある程度例えば処分の内容などが、まあ、判明してきたら人事当局から改めて説明をするということになろうかなと思ってます。共同通信の伊藤です、はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと個人名挙げるのは難しいかもしれないんですが、これ誰の名誉を毀損したっていうふうな認識でいらっしゃるんでしょうか？まあ、そういった文書の内容はですね、その文書自体が外に出たりすることによって人の名誉を傷つけたりすることになるので、なかなかそこで誰かというのはですね、ちょっとこう言えないということはご理解いただきたいなと思いますけども、まあ、職員個人であったりとか等々になりますね。複数の方ということになるんですか？そうだというふうに認識しています。わかりました。であとその県民局長については、懲戒処分するという方向で進めているという理解でよろしいんですか？そこはこれからの、まあ、調査結果次第ですけども、まあ、本人も作成と一定のルフを認めてますので、まあ、懲戒処分を行うことになるというふうに考えています。わかりました。であとすいません、もう一個だけ、この県民局長のみではなく他に関連する人がいるという説明も先ほどのレクであったんですけれども、うん、この方についてはどういう関与があったっていうのは現状を言える範囲でお伺いできますか？そこはこれからの調査になると思います。まあ、ちょっと不確かなことは言えないと思うんですけど、まあ、一人やったことなのか、もう少しその複数が関与したのかっていうのは含めてこれからの調査になるかなというふうに思っています。 NHK、 その組織の中で誹謗中傷するケースとか、まあ、手紙が出回ることってまれにあるかと思うんですけども、うん、今回その退職4日前で、まあ、その知事が看過できないというふうに判断したということになるんですかね、退職を取り消したというのは。まあ、ここは人事担当の片山副知事等も相談しながら対応したということになりますけども、まあ、やはり職務中に職場の PC を使用して、事実無根の内容がたくさん含まれ、かつ、職員の名前とかもですね、まあ、例示しながら、まあ、ありもしないことを、まあ、ルール並べたような内容をですね、やっぱりこう作ったっていうことを、まあ、本人も認めてますから、でそれはやっぱり名誉毀損や信用失墜、まあ、県のやはりそういった大きな業務上も含めてダメージを及ぼしてますので、まあ、これはやっぱり綱紀粛正ですから、やっぱりここは看過できないということで、まあ、退職というものを一旦保留させていただいて、まあ、今後、まあ、しっかり調査をしなきゃいけないと思いますけど、まあ、その上で、まあ、しかるべき対応をしていくということが、まあ、これはやっぱり県庁の組織をやっぱりしっかり立て直す意味でも大事かなと思ってます。まあ、せっかく今日もそうですけど、若者 Z 世代であったりとか、その予算もそうですけど、まあ、組織人事も含めてやっていこうっていう矢先にですね、こういった絶対許されないようなこう行為をした職員が出てきたということは、まあ、大変残念だと思いますけど、まあ、そこはしっかりやっぱり今一度県庁全体が綱紀粛正して、やっぱり公務員ですから、やっぱりいろいろこうあるにしても、選挙で選ばれた首長の中でみんなで一体として仕事をしていくということが大事なので、それをなんかこう不満があるからといって、自分のしかも業務時間中なのに嘘800含めてですね、やっ
ぱりこう文書を作って流すっていう行為はやっぱり公務員としては失格ですので、そういった行為はやっぱりこれからもあってはならないですし、まあ、そういった意味でしっかり今回の事案を調査結果を踏まえながら今一度やっぱり公務員としてきちっとやっぱ誠実に仕事をしていくということを、まあ、みんなで共有していきたいなと思っています。時事通信の中井です、はい、ルフされたとされる文書には知事に斉藤知事に関する記述が含まれているという趣旨でよろしいですよね。あ、私もありましたね、はい、ありがとうございます、はい。読売新聞の増田です、はい、すみません、ちょっと項目外の件なんですけど、うん、先日24日に京都市で維新の会の党大会がありまして、斉藤知事もご参加されてたかと思うんですけども、うん、ちょっと記憶違いだったら申し訳ないですが、過去はあまり維新さんのその党大会参加されてきてないのかなと思うんですけど、今回初めてご参加されたんでしょうか。事実関係からすると兵庫維新の会さん の会には何度か参加したことありますので、そういった意味では初めてではないという形になりますね。日本維新の会さんの会に参加したのは多分初めてだと思います。今回その、参加された、意図というか、意味合いなんですけども、ついついちょっと来年には知事選もあるということで、そこに向けてこう連携強化なのかなともいろいろ考えてしまったりもするんですけども、今回参加された目的というか意味合いを教えてください。やっぱり兵庫県がやろうとしている施策のこう方向性とか内容をですね、やっぱ共有していただきしたいという思いがありました。挨拶の中でも触れさせていただきましたけど、やっぱり若い世代、いわゆる Z 世代への支援策というものを、しっかり兵庫県としてやっていくと、これが若い世代の支援のみならず、それによって政策に対する関心、政治に対する関心をつなげていくということが日本のこれからにとって大事なんじゃないかと、それを兵庫県がやっていきたいという思いを伝えさせていただいて、それを共有したかったということもあるので、参加させていただいたということです。そんなに深い政治的な意図はそんなにはないということですか。そこまでは政治的には日本維新の会の方から推薦いただいたということはありますので、ここはやっぱりこう県議会でも維新の会が政策に関してしっかり支えていただいてますから、そういった意味でもしっかりこれからも政策推進について連携していこうという意思をやっぱりこう共有したかったという思いでいきました。ありがとうございました、はい、うんうん。読売新聞の山本です。1点質問しますけれども、兵庫県の副知事はですね、本日辞職の意向を示しました。でこれをめぐっては斉藤兵庫県知事の含む告発文書の問題で県政が混乱した責任を取って辞めるということを理解して、でその中でですね、副知事の方は斉藤知事に対して一緒に辞職はどうかということを進めたというふうにも読んでおります。で今回の件についてですね、斉藤知事の出所進退、吉野さんはどのようにお考えになっているのか。これは政治家の出所進退ですから、最終的には政治家本人が判断することだと思っています。今の段階でその状況をご覧になっててですね、その辞めるべきであったりとか混乱が生じているだとか、その点はどのようにご覧になっているのか。背景となる事実関係がなかなかまだよくわからないところがあるなというふうにも思います。例えば今回のパワハラというのは、斉藤氏のパワハラの問題って年代の問題とかそれが挙げていますけれども、そこについての事実関係がどうなのかということは、ここははっきりさせる必要があるんじゃないかと思っています。まずはその斉藤知事自身が自分の口で説明すべきと言いまして、斉藤さん自身はこれはパワハラではないということの意思表示をされておられます。現在第三者委員会が設置をされ、そして百条委員会が設置されていますので、そこで事実関係がをやはり明確にしていく必要があるだろう、あるのではないかというのが僕の考え方です。今日の、副知事は斉藤知事がパワハラあったというふうに言ってるんですか、あったかなかったかについては何か言っておっしゃるんですか。そこは厳密ではないですけど、言ってなかった、そういうのはないというふうに言ってたように認識は。副知事はパワハラがないというふうに言ってるということですけど、事実関係はどうするか、事実関係はどうかっていうのはやっぱり確定していく必要はあるんじゃないかなと僕は思います。また告発文書でも片山副知事は登場していたと思うんですけど、そこについての事実関係は片山副知事は、そこは否定されていたというふうに。だからその告発文書の中身も自身が出ていることから事実と違うというふうにおっしゃっていたということしたら、やはりちょっとそもそもの事実関係というのをきちんとやっぱり県民の皆さんに対してもそうだし、第三者委員会が立ち上がっているわけだから、あとは百条委員会があるので、そこをしっかりと確定
明らかにする必要があると思いますし、もっと僕は斉藤知事自身が自分 の, あの口で県民の皆さんに説明をしていくというふうに思います。実際問題、兵庫県としてはその知事も辞職されたように県政が停滞していると、それは例えば神戸市長の方も記者会見でそのように言ったりとかしてますけれども、その点についてはどのようにございますか。やはり県政が停滞するのはやっぱり良くないし、あってはならんことだと思いますけれども、その一番最初の前提になっているパワハラがあったんですかっていうのが、ある事実関係、2つの告発文書の事実関係というところをなんか全部すっぱ抜いて、全部それ全くなしにして混乱しているから責任っていうのも、僕はやっぱりそこの、メディアの皆さんもいろいろパワハラがあったかのような報道でされておられますけれども、どのぐらい事実関係があったのかっていうのはきちんと斉藤知事から説明すべきだと思うし、百条委員会そして第三者委員会があるのであれば、そこでしっかりと事実関係を明らかにすべきじゃないかというふうに思っています。政治家の首長身体そのものについては、これは僕がどうというよりも斉藤知事自身の判断になると思います。ただやっぱり事実関係がどうなんだろうと思っている県民の皆さん多いんじゃないかなと僕は思います。